どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はクロノトリガーで、本来倒せない敵を無理やり倒すとどうなるのかを検証してみることにした。おお、そういう系の検証って RPG だとよくあるけど、意外とクロノトリガーだとあんまり見たことがないかも。知識として知っている人も中にはいるかもしれないが、実際に色々やってみると、予想もつかなかった驚きの現象なんかに出会えたりもしたので、詳しい人もそうじゃない人も楽しんでいってくれるとありがたいんだぜ。またクロノトリガーについて一つ詳しくなることができるぞ。そんなわけで早速スタートなんだぜ。まず最初の相手は、リーネ広場のお祭り会場にいるゴンザレスだ。ゴンザレスって言ったら、お祭りのポイントをもらうために何度も何度も倒されるめちゃくちゃ弱い敵じゃない？それが倒せないってどういうこと？あれはあくまでゴンザレスがクロノたちの力を認めて、一方的に戦闘終了してくれているだけであって、実際には最強技であるシャイニングを使ってもゴンザレスを破壊するには至らない。まあそれはそうだけど、じゃあ一体どうやって倒すっていうのよ。私が考えるに唯一その可能性を持っているのは魔王。魔王？魔王であればブラックホールで敵ごと消滅させることができるので、もしかしたらゴンザレスすらも消滅させられるのではないかと考えたわけだ。確かにブラックホールはサンオブサンの周りの炎すら消しちゃう性能だけど、ゴンザレスが吸い込まれちゃったら色々おかしなことになるでしょ。というわけで早速実際に試してみよう。ブラックホールは距離の近い相手しか吸い込むことができないが、ゴンザレス戦のこの距離であれば全く問題ないだろう。私は吸い込めないと思うんだけどなぁ。みんなはどっちだと思う？というわけでいよいよその時だ。何気にちょっとドキドキするなぁ。ああ、やっぱりダメだったかぁ。まあさすがにイベントキャラを消滅させるのは無理よね。念のためもう一回チャレンジしてみてもいいか？いいけど、何回やっても無理なものは無理な気がするんだけど。まあダメ元でやってみよう。皆さんもう少々マリサの実験にお付き合いください。というわけで2回目のブラックホールだ。ゴンザレスが吸い込まれたぁ。いなくなっちゃったけどどうなるの？物価から賠償請求が来るかもな。あ、出てきた。なんか歌が始まるまでものすごい不自然なまがなかった。これにはさすがのゴンザレスも面食らったのかもしれないな。だが結局ブラックホールで異空間に吸い込んでもすぐに自力で帰ってきてしまった。これはゴンザレスの勝ちと言わざるを得ないだろう。さすが物質転送マシンを作ったルッカの発明ロボなだけあるわ。先ほどブラックホールで吸い込めるという話が出たので、続いての相手はサンオブサンだ。こいつは普通に攻撃して倒すんじゃなくて、周りの炎のどれかが当たりになってて、その当たりを引くと真ん中の本体にダメージが通って、それを何回か繰り返すと倒せるのよね。通常での攻略はそうだな。そして外れの炎を減らすために先ほどの魔王のブラックホールを使ったりする。こいつにブラックホールが有効って情報を初めて知った時は、めちゃくちゃびっくりしたな。そんなわけで周りの炎にはまともなダメージが入らないようになっているんだが、これらを全て破壊してあたりもクソもなくなってしまったら、一体このボスはどうなるんだろうか。でもダメージが通らないし、ブラックホールで消せるのも2つまでなのに、それをどうやって倒すの？エイラの剛剣だ。ああ、その手があったか。エイラの剛剣ならクリティカルさえ出れば9999ダメージを与えられるので、多分倒せるはず。そもそもあいつらの HP いくつくらいあるんだろうなぁ。ちなみに今回の動画を作るにあたって、気持ちを一新にして霊夢にはサイド1からプレイしてもらってるわけだが、現状エイラのレベルはいくつくらいになってる？だいたい50くらいね。じゃあとりあえずエイラの拳が冒険になるまで、レベル上げしてきてくれ。ああ、結局そうなるのかぁ。すでにエイラが冒険になってるデータで、強くてニューゲームでここまで進めるでもいいけど、どっちがいい？迷うけどー。レベル上げしてきます。じゃあよろしくなんだぜ。マリサ大変、なんか奇妙なことが起きたわよ。なんだなんだ？以前の動画でエイラの武器が冒険になるのは96レベルなのか97レベルなのかみたいな検証をしたじゃない？したな。あの時は97レベルで冒険になったんだっけか？そうなのよ。それでこれがあの時の映像で、これだと確かにレベル96の時点ではまだ鉄拳じゃない？そうだな。でも今回のこのデータを見てみて、装備は冒険になってるが、あれ、レベルはこっちも96だ。それで気になって2年前の動画のコメント欄を漁ってたら、
こんなのが残ってて。どれどれ、正確にはレベル96になった瞬間ではなく96になってしばらくしたら冒険になります。しばらくしたらってどういうことだ。実はこのデータでもレベル96になった瞬間はまだ鉄拳のままだったの。でも宿屋に泊まったり戦ったりしてたらいつの間にかレベル96のまま冒険になってた。マジかよ。この人攻略本や攻略サイトよりも詳しいって何者だよ。それでついでに試したいことがあって、前の動画でエイラの拳を外すことができる裏技を紹介したじゃない。ああ、したな。あれで鉄拳を取っておいてみたのね。それで冒険になってから鉄拳に付け替えられるのかやってみたら付け替えられちゃったのよ。付け替えられるのかよ。でも一回戦闘すると結局冒険になっちゃってて、持ってた鉄拳がなくなっちゃうから、コレクターは装備せずに持っておくだけの方が良さそうね。鉄拳や冒険も付け外して持っておくことで真のアイテムコンプってことか。クロノトリガーはだいぶやったと思ってたが、まだまだできることはありそうだな。あとこれは前々回の動画のコメントで、拳を外して売ったら1ゴールドだったけど、鉄拳や冒険はいくらで売れるんだろうって疑問の声があったから、売りに行ってみたら、どれも1ゴールドでした。なるほど。ついでの検証ありがとうなんだぜ。えへへ。てなわけでちょっと横道にそれてしまったが、今回のメインイベントは冒険で3オブ3の炎の撃破。そうだったそうだった。というわけでここからエイラの冒険で3オブ3の炎撃破に行ったわけだが、思いのほか長期戦になってしまったので、ノーカット版は右上に出しておくので、メイン画面の方では気になったシーンだけ振り返るとしよう。おお、まずは周りの炎を消すために魔王のブラックホールを使ったわけだが、ここに関しては問題なくいつも通りの通常プレイといった感じだな。そうね、これは全然普通ね。そして問題はここから、まずエイラの冒険のクリティカルで9999ダメージが出るのか、そして出たとして周りの炎を撃破できるのかということだが、そのシーンがこれ。クリティカルが出て9999ダメージにはなったけど、炎を倒すことはできてないわね。しかしその後も根気強くクリティカルが出るまでハズレを攻撃し続けた結果がこうだ。おお、ついに炎が消えた。これでダメージを蓄積させさえすれば炎も物理的に撃破できることが分かった。じゃああとは残りの炎を撃破するだけね。だが冒険のクリティカル率 10% というのと、炎の外れを引き続けるというのが思いのほか難しく、全ての炎を撃破できずに何回もチャレンジすることになったな。10% って思ったより出ないのよねー。そしてこんな現象に遭遇することもあった。残りの炎が1個だけになって、もういよいよ当たりしか残ってないじゃんって思った時よね。しかしご覧のように実際は残りの1個すらも外れ、つまり外れの炎しか存在しなくなってしまったわけだ。イカ様だー、脳幹脳幹。これ以降のルーレットシャッフルで残りの炎が当たりに変わったが、当たりが存在しなくなるなんてことがあるんだな。これは普通では見れない画面な気がする。そしてついに全ての炎を撃破した瞬間、みんなは戦闘がどのようになったと思う？私は普通に勝ち判定で戦闘終了するのかと思ってました。だが実際は全ての炎がなくなったとしても、3オブ3は何事もなかったかのように戦闘を継続。当然これ以上ダメージを与えることはできない。かといって3オブ3もその後は反撃以外一切何もしてくることがなくなってしまい、勝つことも負けることもできない罪状態になってしまったわけだ。まさかこんな結末が待ってたなんて。そんなわけで3オブ3の周りの炎は冒険で強引に撃破することはできたが、その先に待っているのはリセットなので、みんなはやらないように。普通はやらないから大丈夫よ。2年前の動画のコメントの中にこういう情報をくれてる人もいて、これも今回検証してみない？なになに？中世でサイラスの亡霊が階段の入り口を塞いでいるシーンがあったと思います。ああ、あったな。通常ですと攻撃は全てミスになってしまったと思うのですが、エイラの何か竜巻みたいな技だとバグなのか若干ダメージが与えられました。能力強化したら倒せてしまえたりするのかな？なるほど、これは面白そうだ。でしょでしょ、これもやってみようよ。オッケーだ。それじゃあ2年も待たせてしまって、まだこのチャンネルを見てくれているかわからないが、検証させてもらうぜ。やったー。それじゃあまずは情報通りエイラの尻尾竜巻で、ダメージが通るのか見てみることにしようなんだぜ。オッケー。それじゃあ尻尾竜巻を使ってみるぞ。さあどうなるか。おお、本当にダメージが通ったー。だが数値としては100程度か、サイラスの HP がいくつかわからないが、レベル96でこのダメージはかなり心もとないなー。やっぱり削り切る前に強制戦闘終了になっちゃうかなー。というわけで案の定倒しきる前に強制終了だ。
じゃあここからエイラを隠せるとかで強化していって、さらに虹のメガネでダメージも持って倒せるか試していこうじゃないの。エイラの魔力を最大にするまでマジックカプセルを集めるのは、冒険にするよりも時間かかる気がするが大丈夫か？確か前のデータで何度も強くてニューゲームをやって、ステータスをマックスにしてたのがあったと思うから、それを使ってここまでストーリー進めてくる。おう。ここまで来たらもうそのくらいへっちゃらよ。なんかさっきのエイラのレベル上げとデニドデマになっちゃった感じもするが、それじゃあそのデータでこのイベントまで進めてきてくれなんだぜ。ちょっと待っててねー。お待たせー。魔力もカンストして虹のメガネも装備した状態で帰ってきました。よし、それじゃあ数時間ぶりに、サイラスの亡霊を沈めに行くとするか。最強エイラを見せてやる。おお、めちゃくちゃダメージが伸びてる。これはなんとか削り切れるか？ちなみにこれってどのくらい猶予があるの？確か6回分攻撃が可能だった気がするので、ここからはちょっと早送りで見ていこう。オッケー。というわけであっという間に半分の3回、これで700ちょっとくらいかな。これで5回目、次が最後の攻撃ね。さあどうなる？これでもダメだったか。じゃあやっぱりサイラスを倒すのは無理ってこと？こうなったらあれを使うしかないかもな。あれを使う？ここでは本編で解説しきれなかった内容についていろいろと補足していきたいと思います。まずはなぜサイラスに尻尾竜巻でのみダメージが与えられたのかについて、サイラスは敵の設定として全ての物理攻撃が当たらず、当てることができるのは魔法攻撃のみ。しかしその魔法攻撃も非ダメージ倍率というものが全属性において0倍に設定されてしまっており、結局多くの魔法が0ダメージとなってしまいます。しかしそんな中で尻尾竜巻は魔法攻撃でありながら属性がないという特殊な設定となっており、つまり魔法攻撃なのでサイラスに当たることができつつ、かつ非ダメージ倍率の設定もくぐり抜けることができたんです。詳しい人だともしかするとポヨゾーダンスならもっとダメージを与えられたんじゃないのと思ったかもしれません。ポヨゾーダンスとはエイラ・ルッカ・マールの連携技で、尻尾竜巻と同じ数少ない無属性の魔法攻撃です。しかしダメージ計算は実は尻尾竜巻と同じため、結局同等程度のダメージしか与えることはできません。ポヨゾーダンスが尻尾竜巻より優れている点はダメージではなく、敵全体に効果が及ぶことと混乱のステータス異常がつくということなのでした。ちなみに通常攻撃が全く効かないサンオブサンの本体ですが、こちらも実はポヨゾーダンスなどでダメージを与えることが可能です。こういった技を活用すればサンオブサンも直接ダメージのみで倒すことが可能です。暇な方はぜひチャレンジしてみてください。それでは次回はまたサイラス戦の続きからいろいろ試しながらまたクロノトリガーのプレイを進めていきたいと思います。